血管造影、血管造影、血管造影,管造影または血管造影法、血管造影法は、生体器官、特に動脈、静脈、心空などの血管内部、またはルーメンの状態を可視化する、異用画像処理術。一般に、体の大きな血管、例えば足の付け根、肘、手首などの動脈からカテーテルという細い管を、目的の臓器に誘導し、 X 線が透過しない造影剤、用土造影剤を血管内に注入た後、蛍光透視法のような X 線を用いた画像処理を行う。血管や腫瘍などを詳しく検査する方法であると同時にこの手法を用いて治療を行うこともある。英語のアンギオグラフィはギリシャ語のアンゲイオン、血管とグラフィン、記述、記録に由来する。日本では アンギオグラフィーもしくは単にアンギオと呼ばれることもある。本来、血管造影は X 線写真を意味していたが、現在では CT 血管造影や磁気共鳴血管造影などの新しい画像処理にも用いられる。1927年、ポルトガルの神経界、エガスモニスは、像の陰影で脳の腫瘍や動静脈気形などの 神経性の病気の原因を診断する方法として脳血管増栄法を開発した。モニスは一般にこの分野でのパイオニアとして語られる。彼は1927年に最初の脳血管増栄をリスボンで行った。続いてレイナルド・シードス・サントス、レイナルド・シドウス・サントスという医師が同じくリスボンで1929年に初の大動脈増栄を行った。 1953年に新たなカテーテル挿入法としてセルジンガー法が確立されてからは鋭利な針を血管内に残す必要がなくなったため手術の安全性が格段に増した。造影の目的によりどの血管から造影剤を注入するかは異なる。心臓の左側や動脈系を見る場合には大体動脈が最も頻繁に使われ心臓の右側や 静脈系を見る場合には、内径静脈や、大耐性が使われる。血管にガイドワイヤーやカテーテルを挿入し、造影剤を注入する。X 線を照射すると造影剤は、X 線を吸収して、そのままでは認識しづらい血管を影として、X 線写真上に描きで、X 線画像は、蛍光像 Y 管や写真看板上に静止画、または動画として記録される。 心臓を除く器官の画像は通常デジタルサブトラクションアンギオグラフィー法、d s で撮影される。この手法では1秒間に2から3フレームの画像が撮影され、撮影技師は血流の状態を調べることができる。骨やその他の器官など余分な像を差し引くサブトラクションことで造影剤が注入された血管のみを高いコントラストで見ることが可能になる。 心臓の場合は D セを用いない15から30フレーム秒の撮影技術が使われる。D セでは患者を静止させる必要があるため心臓の撮影には適用できない。放射界は心臓医にとってこれらの手法は血流を妨げ痛みの原因となる血管内の強窄を発見するのに有効である。カラー化によって血流量の動的な評価や 病状経過の比較、外科手術の計画、手術後の経過についてより多くの情報が得られる。三次元血管増影からは、血管の立体映像が得られ、血管同士が体内で空間的にどのように配置しているのかが明らかになるため、外科手術の計画に役立つ。血管増影法が用いられる最も一般的な例は、冠動脈中の血液の視覚化である。 カテーテルと呼ばれる細長い柔軟なチューブを使って X 線造影剤を見たい領域に導入する。カテーテルは前腕の動脈から挿入され、動脈をたどって肝動脈へと先端が導かれる。冠動脈中の血液に流れてゆく造影剤の X 線画像により内空のサイズがわかる。動脈効果の有無。 血管内壁の蓄積物についてまでは明確に知ることはできない。微細な血管を調べるために、ミクロ血管造影法が用いられる。神経血管造影は、近年一般的になりつつある技法で、脳へ接続している動脈や静脈を視覚化するために、用いられる。同時に、コイルによる動脈瘤側旋術、AVM に対する血管内側旋術といった、 治療処置も可能である。血管増影による検査は、下肢への血流不足により加工や、脚部の痙攣を起こしている患者、腎血管性高血圧症の原因となる腎動脈狭窄を持つ患者に対してもよく行われる。また、脳梗塞の診断と治療にも用いられる。これらの手術は、大体動脈を通して行われるのが常であるが、時に、 上腕動脈や液化動脈からカテーテルが挿入されることもある。狭窄が発見された場合、アテローム節除日により治療されることもある。その他の血管増栄の使用例としては、糖尿病網膜症や、黄斑変性などの網膜血管障害の診断が挙げられる。肝動脈増影は、一般的な検査で、深刻な合併症は稀であるが、可能性としては不正脈。 腎不全、血栓、低血圧、心脳水貯留が起こりうる。軽度の合併症としては、造影剤が注入された部位での出血、あざ、造影剤に対するアレルギー、稀なケースではカテーテルが挿入された場所から、心臓までの間の血管損傷が挙げられる。脳血管造影脳血管造影においても、重度の合併症は稀であるが、麻酔薬、造影剤、 その他の医薬品に対するアレルギーや脳梗塞、血管の損傷、閉塞、血栓症、側栓のリスクが上げられる。軽度の合併症としては、造影剤が注入された部位での出血、あざがありうる。自発性出血も稀に起こりうる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。